トレーニーあるある、カフェインの量、筋トレ1年目、3年目、なんか頭痛い、10年目、大好評企画、のび太ショーツについて語る。イエーイ。これだけマジで大好評でございます。はい、はい、マジです。勘のいいガキがね、撮ったんだけどね、はい、ショーツ1本撮って、はい、解説動画撮るだけで、はい、1企画で2本動画撮れるやん、よかったなみたいな。あ、削除せんと、それ。そうそう、そのバレたらやばい、バレたらやばい楽しとんなあいつみたいな結構コメントであったのが、筋トレとカフェインって何が関係あるのみたいなこと言ってるとかあったから、ちょっとね、軽く解説してあげようかなと思って、うん、ちょっと教えてください。はい、まあまずあれですよ、一番大事なこと、シャキッとすること。まあコーヒーってみんな普通に、てかトレーニング関係なしに、うん、まあ味も好きかもしれんけど、コーヒーとかね、カフェインでシャキッとするために取るじゃないですか、多分、うん、眠ってる前とか、そう、うん、仕事行く前とかね、うん、あれで、そう、覚醒作用があるんですよね。そう、交感神経が刺激されてみたいな。まあ詳しいことはね、詳しい何々でどういう作用でみたいなのは、山本由伸先生とかネクストフィットケントとか、そこら辺なんか多分解説してると思うんで、大丈夫になってます。見てもらえたらいいけど、本気で勉強したいとはうちのチャンネル見てる場合じゃないです。ざっくりね。そうそう、僕らはなんとなくの体感とかしか言えんから。そうそうそう、うん、で、あとそれとか、脂肪燃焼系ですよね。うん、そうそう、とか、あとコーヒーだったらポリフェノールとかも含まれてるからみたいな、うん、まあこんな程度のあれしかないんで、僕らにはね。でも本当に僕はカフェイン結構体感あるんですよね。ああ、うん、まあ初心者の人は飲んだ方がいい。うん、あ、まあ飲んでいいんじゃないかなと思うけどね。うん、そうそう、飲みすぎた後、そう、やる気スイッチみたいなもんね。あ、そう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 、っていう感じ、うん、で、これが効果です。はい、はい、でもあるあるの解説を一応しとくと、うん、はい、1年目からあれ錠剤飲んだっけ僕ら。1年目は錠剤1個っすね、1粒。そうか、1年目で錠剤飲まんやろっていうコメントあったけど、うん、まあそれは確かにとは思ったけど、まあでも飲む人は飲むでしょ、うん、ということで、まあ、そうですね、1年目はちゃんと勉強して、このぐらい飲めばいいんだ、1錠飲みます、うん、200mg みたいなね、はい、で3年目はよし、これも飲んどこう、あれも飲んどこう、これも飲んどこう、なんとなく飲んどこう。そうそうそう、あれなんかバクバクするぞ、うん、頭痛いぞ、測ったら 1g あったなみたいな、ほぼ致死量いっちゃったみたいな、ね、そうそうそう、っていうことが僕らはあったよね。僕はありましたね、うん、まあていうか僕はそのあれ飲んどこうっていうか、本当にただアホでっていうか、そのコーヒーも飲みつつ普通にプレで400ぐらい取って、まあ400で多分上限ギリぐらいですよね、うん、なんか400から600がこう多分中毒症状出ないギリだと思うんやけど、うん、それプラスコーヒー飲んで、だから前も言ったけど緑茶とかをすごい飲んだとか、緑茶にもカフェイン含まれてるから、うん、そう、それを飲んでとかして、で、なんか取り終わりとかもコーヒー飲んで、あれみたいな、2時間あたりこれ 1. 何グラム取っとるぞみたいなで、めちゃめちゃ気持ち悪いし、動悸するし、頭痛いしみたいな、よくよく考えたらえぐいなっていうのは、まあ、うん、1回じゃないな、うん、まあ、ちょいちょいあるあるだと思うんだけどなと思ってやったよね、うん、あるあるじゃねえだろうって言われたけど、まあ、僕らはあった3人あった、あった、うん、そうそうそう、まあ、こんがりはしないですって言われたけん、あいつはまだ2年目ぐらいこれからするよっていう、え、考えたら分かりませんねそうなんですけどっていう忘れちゃうんだよ、忘れちゃうっていうかコーヒーとかを換算しなかったりするからっていうね、そういうこと、で、10年経ったらもうね、コーヒーをたしなむっていう、うん、そうそうそう、まあ、あれおふざけです、まあ、ね、まあ、その、まあ、マジに捉えんで、うん、半分ね、またやってらぐらいで見てくれたら、そうそうそう、まあ、リカさんとかよく助かって、リカさんはね、トレマイコーヒーですよね、うん、そうね、カフェイン錠剤取ってるの僕だけっすよね、多分。あ、そうやね、錠剤取ってるんやな、錠剤取る取る、カフェインがすっごい体感あるけどね、俺。あ、そうだね、うん、カフェインはこう、外せんね、マジで、うん、カフェインやめたことないわ、トレマイのあれで、なんか BCA やめる、やめてみるとか、うん、そういうのはあったけど、カフェインだけは絶対取っとるね、うん、そのぐらい体感ある。カフェイン、まあ意外と話すことない気がするな。そうっすね、うん、まあ、ただその夜トレーニングする人は注意みたいなね。あ、で、連行だよね。うん、そう、俺前の会社の時はだから仕事が10時とかに終わって、そっからトレーニングで11時過ぎぐらいからトレーニングって感じだったけど、その時にカフェイン飲んだ時はマジで寝れんくらって、まあほんまにしんどくて、
あ、でもそう、カフェインを打ち消すテアニンっていうのがあるんだけど、それはね、本当に効果ある。だからこれ体感あるサプリって言ったら本当にカフェインとテアニンかもしれない。そう、カフェインを打ち消す効果をめっちゃ感じる。テアニン取り出してから、だからトレーニング前のカフェインは絶対やめれん。これやめれん系取る、うん、でも寝れん、どうしよう、テアニン飲んだらいいんだ、テアニン飲む、寝れるってなったから、そうそうそう、でもこれは今有用な動画になったかもしれない。だいぶだと思う、本当にその情報があったおかげで山本よしのりチャンネル超えたかもしれない。超えたか、有用性が有用性が帰ってくる、結局行ったけどこっちに帰ってくるっていう、あ、じゃあ大学の教授でこっちは近所のお兄ちゃんに聞くぐらい。あ、そうそうそう、近所のお兄ちゃんに聞いた方が分かりやすいじゃん。そう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 、うん、そういうことよ。あとはさ、そう、僕ちょっとさっき頭の中で思ってたのが、うん、モンスターやばいみたいなのとかさ、モンスターとか、はい、そのそうそう、そういうの、レッドブルとかそっち系のエナジードリンクめっちゃやばいみたいなのがツイッターで定期的にバズるのあるじゃん、はい、あれ、なんなん、あ、わかんないです、裏見てビビりますよね、ちょっと待ってよみたいな、100g あたり、100ml あたり何 g、 180やんみたいな、そうそうそう180ml しか入ってないやんみたいな量ありますよね。そうが、なんかこれはマジでやばいみたいなことをめっちゃ言っとるのが、カフェインがやばいんだこれはみたいな、やば、お前がやべえわあのツイートしとるお前がやばいし、まあ、大会良くていいなと思いますけどね。そう、まあね、うん、そうそう、それをリツイートしてるお前らもやべえぞって僕は思ったりするけど、かっけえもんと思ってますよね多分。なんかね、そう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 モンスターはやばい薬ぐらいの感じの立ち位置で思ってんだろうな。大学生でしょ、モンスターかっけえっていうの、やべえモンスター2、3本飲みすぎ、3本飲んだわみたいななんか俺やべえってツイッター見とったら、ね、そう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 そんなんで目覚めるなら余裕じゃなくてあ、だってモンスターとかより多分缶コーヒーの大きいやつの方が多分カフェイン量多いよ。あ、そうなんや。多分アルギニンとかそのモンスターにはまあそのアルギニンカッコカリみたいなぐらいの量が入ってるけど、マジ少ないですよねめちゃめちゃ少ない。そう、多分カフェイン量で言ったら缶コーヒーの方が多いんじゃないかなと思うよね。そうっていう感じやから、ね、そう、モンスターディスリマンをディスってるっていう、今これはね、完全にディスってますよ、ね、ディスるね、あれはほんまに意味わからん錠剤飲ましてみたいよね。そうっすね、錠剤飲んでもうわやべーってなるんだったら本当になんか逆にかわいそうやけどね。まあ体感良すぎてね、うんうん、コーヒーも飲めんのじゃしんどそうやねみたいな感じになるけど、そうそうそう、じゃあハムちゃんとハルダマン的にはトレーニング前にモンスターだったりレッドブルっていうのはあり、まあ全然あるでしょ。あ、全然ある、うん、ただまあ量は考えた方がいいかなっていう感じだけどね。カフェインとしてあり、カフェインがまあ 200mg ぐらい取れたらいいでしょ、大体。まあ僕は足りないんですけど、あ、そうなの、そう、体勢ついちゃったから多分、うん、400ぐらい、僕は400取らないと無理ですね。ああ、うん、そうです、カフェイン体勢つくんですよ、だから100で効く人もいるみたいですね。あ、まあね、そうそう、まあ知り合いでね、おった、本当にね、200でドクドク言うんですけど、って言ったらでも本当におったわ。あ、げん、そういう人か、モンスターを言う人は。そうそう、あ、だからそうなんでしょ、あ、だからそうだ、うん、そういう人は180取ったらあれなんか、うん、敏感な人は敏感なんだよ、ディスってごめんね。うん、だけど今ってさ、みんなプレーワークアウトドリンクとか飲むんかね、そのいわゆる、だけど C4 も、 C4 ってめっちゃ流行ったじゃん。あれ、カネキンの影響だったっけ。あ、そうなんですか。いや、わかんない、僕 C4 かアサルトブラックですね。 C4 なんとかっていう C4 のカフェインが多いやつかアサルトブラックを飲んどったの。でもそういう疑惑があるあのプレワークアウトドリンクとかに心躍るのは3年目だよね、うん、ね、 あったけど、でも今時はもう違うんかもっとどうなんですかね。もうマイプロとかが安すぎて自作がやっぱり当たり前なんじゃないですか、うん、あ、マイプロのなんかプレは出してるもん、ね、まあ、出してるな、出してる、うん、でもそうそう、ね、そう、僕らの時代は自作しだして1、2枚みたいな感じがまたあったもんね。そうですね、ただ自作するの高かったですからね、僕らの時は。そうそう、うん、そんな変わらんし、だるいし、だったらまあ作ってあるのでいいか。ハムちゃん黒いね。黒いよ、だいぶ黒い、まあ、しかも今あれやけ光がないけね、あんまり本当にコーヒー豆みたいないいよ、ちょうどいいやん、この動画で。あ、この動画でカフェインの効果やから、ちょうどいい。そうそうそう、カフェイン飲んだらこうなります、ね、ならんよまあなんかプレもね、今度ショーツ取るよね。あ、プレもマイプロのプレは良かったよ、本当に。普通にザプレかなんか、ザプレワークアウトかなんか、 あれは悪くなかった気がしますね、僕は。あ、そうね、じゃあプレワークアウトドリンク1、30年目、効果期待ということで、はい、終わりたいと思います。はい、以上、カフェインの公開者。はい、はい、さよなら。え